ほどまでは国際協力に興味を持ったきっかけから JICA 海外協力隊に参加する前に何をしてたか、参加して何をしてたかみたいなところを簡単なところをご説明していただいたと思うんですけど、ちょっとこれからはパラオの具体的なお話をしてもらいたいなと思ってまして、そもそも JICA 海外協力隊でパラオに行くことになったのって第一希望から第三希望の中に入ってました、うん、入ってました。でもそうなんですね、はい、第一希望ではなかった気がします、はい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 、ちなみにパラオってどんな国とかってその時知ってました？いや全然知らなくて、はい、応募の段階でなんとなくは調べつつ、うんうん、本当に地図広げてどこにある、はい、から入りましたちなみにパラオってどこにあるんですか？アジアとかオセアニアになるの で、 そうなんです、ね、位置としては日本の本当に真下の、はい、フィリピンの東っていう感じになります。あ、じゃあもう島国なんですね。はい、島国です。なるほど。パラオって名前とかすごく聞くんですけど、うん、全然イメージ湧かなくて、うん、どういう風に生活されてるのかなみたいなところもちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、うんうん、現地の人たちってどういう生活されてるんですか？はい、現地は人口が本当に2万人ぐらいしかいない。2万人2万人少なマジかそんな国なんだ、知らなかった。小さな島国で、はい、ただ文化とか食生活とかは結構もうアメリカの文化ががっつり入ってきているので、スーパーでは結構アメリカで買えるようなものは何でも買えるしっていうところもありつつ、あと日本の昔統治下だった部分もあって、結構生活の中に日本語だったり日本食だったりも入っていたりして。ちなみに日本語って何かありますか？はい、パラオ語で疲れ直すとか。疲れ直す疲れ直すっていうのはどういう意味ですか？ビール飲んで乾杯の時疲れ直す。まあ日本語だけどでも日本語のその意味よくわかんないよねあとはなんか電話とかそのままだし。え、そうなんですね。なるほど。実際パラオでの生活も聞いてみたいなと思ってるんですけど、はいはい、パラオで生活されていた時の1日のスケジュールっていうのをお聞きしたくて、うんうん、どんな形で環境教育とかのお仕事と一緒にされてらっしゃったのかなと思ってるんですけど、はい、基本的にパラオの協力隊員ってみんなホームステイなんですけど。そうなんですね、うん、で現地のパラオ人の家庭に一緒に住んでっていうところで、はい、1日はいわゆるオフィス時間っていうのは朝早めで7時半から始まって、はいで、はい、4時半に終わるようなイメージになってます、はい、なので朝オフィスまで歩いて10分15分ぐらい行って、うんうんうん、で一緒にカウンターパートの人とじゃあ今日どこ行こうとか何しようっていう話をしたりして活動を始めて、はい、でお昼ご飯もみんなでどっかそこら辺の売店に行って買って、はい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 、ちょっとお弁当みたいなのを食べたりして、午後も活動をして、うんうん、で夕方歩いて家に帰る。あ、そうなんです生活をしてました。ちなみにホームステイされてたとおっしゃってたじゃないですか、はいはい、電気とか水道とか、うん、そういったものはもう充実してました？そうですね、電気水道はほとんどの家庭に通っているので。そうなんですね、はい、じゃあもう比較的住みやすいような環境だったんですかね？そうですね、家でシャワーもあるんですけどお湯は出ないので、うんはいはい、基本的に常夏なので。なるほど。一年中水シャワーっていうところ、はいはい、あでも暑いんでそんなに冷たい水って嫌に感じなかったですか？はい、そうですね。そうなんだ。なるほど。ちなみにパラオのご飯って何が主食なんですか？はい、現地の伝統的なところでいうとタロイモとか。ああ、芋なんですね。キャッサバ、タピオカ芋みたいなところだったりするんですけど、あとまあ現地で採れるフルーツ、パパイヤとかっていうところが結構食べられてたりするんですけ ど、ただアメリカの文化ががっつり入ってるので普通にスパムとかスパムあのパンのやつですよね。ソーセージとかも食べるし、はい、あと米食ですね。日本の文化の名残なのか、お米もみんな毎日炊いて家に炊飯器があったりして食べているので。そうなんですね。ちょっとじゃあ生活の部分ありがとうございました、はい、どういう活動されてるのかっていうところも具体的にお聞きしたいなと思っていて、環境教育で 3R に関する活動の啓蒙とか広報をどこを対象にされてらっしゃったんですか？現地の小学校だったりっていうところがメインになっていて、実際訪問をして 3R の授業をしたりとか、あと小学校のイベントとかに行って 3R ヒーローという現地 の、 そのキャラクターがいたんですけど。え、待ってくださいね、現地で 3R ヒーローいるんですか？現地 3R ヒーロー、ゴミ箱からこう手足が生えたような、はいはいはい、スポンジボブみたいな顔したちょっと僕たちが考えてるヒーローとはかけ離れてるかもしれないですね。その
面白いヒーローがいて、はい、その着ぐるみとかもあって、それを着て啓発活動行ったりとかしてました。いやでもなんか僕のイメージしてる啓発活動と全然違ってレベル高いですね。キャラクターもいるし、キャラクターもいた、着ぐるみもいるんですよね。ちなみに北原さんはその着ぐるみ着ました？着ました。着たんですよ。すごく楽しいです。着ぐるみ。マジか。通気性大丈夫でした？めっちゃ暑いですけど。そうなんだ。ちなみになんですけど、パラオの子供たちはパラオ語ですか、それとも英語ですか？パラオ人同士は 100% パラオ語で、ただもう英語もみんなだいたい喋れるので、活動は私は英語でやってました。そうなんですね。子供たちも英語は全然理解できる。子供たちも英語は大丈夫です。すごい優秀ですね。そしたらパラオ語も分かって英語も分かるんで。で、具体的にもう一つお聞きしたいなと思ってたのが、小学校の人たちに 3R の活動の啓蒙するじゃないですか、はい、小学生の人たちは 3R 活動っていうのをそもそも知ってました？ 3R という言葉自体は結構浸透をしていって、パラオで一から理解させるというフェーズではなかったので、みんな結構理解はしていました。なるほどですね。実際じゃあ2年間仕事されてる中で、はいはい、一番大変だったなみたいなところってあります？その活動自体で言うと、カウンターパートのおじちゃんといかにこう一緒にやっていくかっていうところで、すごく調子のいい人なんですけど、いっぱい喧嘩もしたし、そこが一番苦労したし、でもまあ楽しかった部分でもあるかなと思います。はいはい、これ意見が食い違うところって、はい、具体的にどういうことで意見が食い違ったりするんですか？意見が食い違う部分というよりは、私はどうしてもちゃんとやろうよみたいな感じになってしまうので、はい、それは反省するべきところもあるんですけど、それを肩の力抜けお前みたいなことを言われる諭されてる。そっか、まあ確かに僕たち側は限りある期間の中でできる限りやりたいなとも思ってるっていうアプローチがあるんで、ただ向こうの人たちからしてみると、まあ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 みたいな、まあまあまあやろうぜみたいな感じになる。はい、まあ、確かにそこはもどかしい部分はあったりしますよね。でも明日やるって言ってもやんないじゃんみたいなこととかもね。でもその中でもやっぱいいこともあったりするんですよね。具体的に印象に残っていることとかってありますか？2年間の中で。2年間の中で、そうですね、実際活動行って小学生の子どもたちが笑顔で受けてくれたみたいなところも思い出に残ってますし、でもやっぱりカウンターパートをはじめとした廃棄物事務所のメンバーたちとなんやかんや言いながらすごく仲良くなれたと私は思っているので、つながりができたのは良かったなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっと視点を変えて、はい、お聞きしたいなと思ってるんですけど、パラオに2年間住まれてじゃないですか、はい、その中で面白い話とかありました？笑える話でも全然。初日がホームステイだったんですけど、全員個室はもらえるので、ね、自分の部屋に床にベッドを置いてもらってっていうところで寝たんですけど、はい、初日の朝、はい、早朝に誰かに頭をコンコンって叩かれるなって思って、コツ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 ってされるなって思って、はい、なんだと思って目が覚めたら、はい、巨大なゴキブリが頭に乗ってて、怖っ。日本でいるゴキブリの大きさじゃない？ちょっと大きめ。マジですか？コツコツってされて、はい、ここに2年間住むのかと絶望した記憶があります。楽しみでね、もう憧れのところだったのに初日で蹴落とされると。ちなみにもう少しお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、パラオに2年間行くじゃないですか、行って自分の価値観が変わったりだとかしました？そうですね、2年間行って変わりました。どんな風に変わりました？本当に細かいことを気にしなくなったっていうところもありますし、なんかなるようになるかなっていうのと、予想外のことが起きてもパラオだと結構もう予定通りに行かないことが当たり前なので、そこでどうにでもなるなって思えて対応はできるようになったかなと思います。なるほど。最初はね、いやもううまくいかないじゃん、もう焦るよってなるものの、途中からまあいいかなっていくって感じなんですね。総合的に見て2年間パラオで過ごした生活って、はい、自分の中で良かったと思いますか？はい、良かったですね。なんか帰ってきた後も行きたいって感じるようになりました？2年間日本だと日常生活でそんなに感情を出すってあんまないじゃないですか、はいはいはい、怒るとかね、特に仕事で会社で怒るとかあんまないじゃないですか。そうですね、怒ったり笑ったり泣いたりっていうのを、感情を結構いろいろ出せたなっていうのが2年間あって、そこが本当に楽
しかったなと振り返った時思います。確かに今だからそういう風に感じますけど、うん、当時悲惨ですよね。何やってるんだ。確かにそうですよね。ちょっとキャリアのところも聞いていきたいなと思ってるんですけど、はい、JICA 海外協力隊に参加してた時に、はい、今後のキャリアについてってどういうふうに考えられてました？帰国したらどうしようっていうのはずっと考えていて、はい、現地に行った時に協力隊の先輩 OG でコンサルで働いている方が結構仕事で来てることが多くて、はい、ちょっと年上の女性の方だったので憧れとしてイメージしやすくて、はい、そういう方の仕事とかを見てて国際協力っていうので働いていきたいなっていうのも思いつつどうしようかなっていうのはずっと悩んでました。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっとその葛藤を含めてどういう選択をされたのかっていうところをですね、はい、次回お話しいただこうかなというふうに考えてます、はいはい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。